やどうやら疲れていますアウグスト勢、まだかなり効いてるんでしょうかね。そうですね、もうちゃんと相当集中が起きましたね。セコンドがもうどうなんだみたいな感じで見つかるか。試合展開考えるとですね、セコンドのリタイアも考えられるような展開ですからね。本人に変がないな、もうやめましょうかという展開ですね。今どこか行きましたね。いいですよね、あのセコンドシーン、やっぱりあのどうなんだっていうドクターの言ってた、ベリーグーとのわけはないんですが、当然なんですよ、これはまあ日本でも同じなんですけど、ある意味でこう冷静にこうやって映像を見てますと、非常に面白いというか、非常に選手とそしてセコンドで失礼になってしまうんですが、はい、そういうところってありますね。それまで知った激励し、どうやってんだ、何やってんだとか言いながら、ベリーグーはい、その前の前振りがあるだけで本当にさあ、続いてる来席の実回戦第9ラウンドです。サスポにチェンジしましたね。はい、やはりちょっとでも何か活路を見出したいというところでしょうか。あれ、うん、しかし、いいですか、振り込んでくる、はい、おっ、アッパーが取れた。これはサスポ、はい、回転ちょっと成功じゃないですか、はい、ところ前半ですか。やはり、この辺りで捕まってしまいます。アウグストス相当疲労してるんですね。これももらった、いいのストレートを浴びてしまいました。左のジャブ、このジャブももらっています。ショートレッド、右から左、を浴びせていきました。ノーリンロープギアに追い詰められてしまうと、このサウスポースタイルに変えても意味がなくなってしまうんですね。これも顔面を捉えています。ちょっと厳しいですね、これ。もうほとんど足がベタ足になってしまってますね。ベタ足もはみ出して、もう体中からちょっと疲れましたっていう感じですもんね。しかしセコンドはベリーグッさあ、第9ラウンド。オープン右、左と。おー、左。ショートレンジから右、フック、合わせていきました。アウトス。おー、左、合わせていきます。しかし、もうこの辺り、パワーでノーリンが。前に前に。しかし、これいいんじゃないですか。左右、当てていきました。あとがしかし続かない。あとが続かない、アウトス。まあ疲れとか、そうですね。ダメで、今の攻撃そのものは非常にいいですよね。こんなんだったら最初のサッポでという感じで思ってるかもしれないですね。もう少し早めに。はい。いいですね。ちょっとパンチが遠いですもんね。はい。なってみますからね。はい。どうもね。ちょっとね。モリー、行っていく。右。ボールの疲れてはしてますね。それやっぱサスポー、あんまり得意じゃないかもしれないですね。なるほど。ちょっと踏み込みが甘くなってますね。左、合わせてくれ、ノリー。しかしファイナルラウンドまでもつれ込みました。ライト級の10回戦、レナード・ドーリン対エマヌエル・アウグストス。ドーリンは金のトランクス、そして紫のトランクスがアウグストス。これがファイナルラウンドです。ポイントでは多分自分の方が勝ってると思っているんです
が、ただ前に出てきましたね、スタイルは変えません。やはりですね、はい、こういうところで、勝った人は目的じゃないですから、そこから上を狙うためには印象的な勝ち方をする。なるほど、当然試合というのはプロモーターも含め、はい、いろんな人を見てるわけですね。そうですね、はい、もうチャンスを求めるためには、ただ勝てばいいわ、はい、まあ、勝つことが一番ですけど、はい、その次に、なのはいい勝ち方をする。はい、テリーさんのスコアによりますと、アイソックスが9カウント10対9で取ってますね。そうですね、中盤の正確なワンパンチ。なるほど、私もそう思いますね。はい、しかしこの辺りのフックを浴びせていった通りも、ここで今リードされた。残り時間は約半分。いや、そうそう、ボリュームを払っていった。そして再び右、これはフック、ボリー集めていく。最後のラウンド、ファイナルラウンドで倒すことができるか。アウグスト、なんとかロープを背に耐えています。ボリー止めたいところですね。はい、ドリームは右、下から突き上げる。ボリエ始めていきます。左と一旦距離を取る。ドリームそして再び前に、アウトスを耐えますね。ちょっとペインと進めたら近いんですけどね。もう一回見てますね、はい、ストレートダメージですね。これだけ求めると厳しいですよ、はい、残り時間10秒すでに切っています。どうやら判定になるようです。最後の打ち合い、ここでゴングが鳴りました。いや、もうこれはもう両選手は交代賞のラウンド終了といいますか、試合の方が終了した後のね表情ですけど、もうこうなってくるともうアウグストスはもう自分の負けはもう分かってるといった感じでしょうし、できなかったって感じですもんね。トータルのパッチの数をご覧いただきます。先発も超えていますね。その中で331、ほぼ倍、64、ポイントは第9ラウンドだけがアウグストスが取っていますが、それ以外は全てドーリンが取っています。テリーさんのスコアによります。さあ、それでは判定です。Judge at ringside, Jack Campbell scores about 100-90. まずは190。Judge Marty Salmon scores about 99-90. And Judge at ringside, Marshall Walker scores about 98-92. By unanimous decision, Leo the Lion Dorin. 3-0 でレナード・ドーリンが見事勝利を収めております。その辺り最後にアグストスの方も横に来て、このドーリンの、ね、手をちょっと担当してアグストスですね。見事ドーリンが判定で勝利をものにしています。